変お待たせしました。いよいよ天下一武道会本戦の始まりです。今大会の参加者は実に114名。その中から選ばれた精鋭12名が賞金とチャンピオンへの挑戦権をかけて戦います。では早速第1試合を始めましょう。第1試合はパン選手対モーケッコ選手です。パン選手は驚くなかれたった4歳の天才少女であります。しかしそれも納得、なんとミスターサタンのお孫さんなのです。対するモー選手は前大会の準決勝で惜しくもミスターブー選手に敗れてしまった実力者であります。頑張れよパンちゃん。パン、ほどほどにしとけよ。いじめるなよもうこいつサタンの孫だったのかよ。でもみっともねえことに変わりはねえぜ。仕方ねえ、つまみ出すか。それでは第1試合始めてください。場外。第1試合はパン選手の勝ちです。だ、大丈夫かいパンちゃん。うん、あ、よくやったなパン。次は第2試合を行います。孫悟空選手とウーブ選手は準備が整いましたら私にお声掛けください。次はじいちゃんの番だね。頑張ってね。ああ、次はオラたちだな。え、あ、はい、頑張ろうぜ。は、はい、よろしくお願いします。それでは第2試合を始めます。第2試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子ミスターブーとの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのによりによって相手が孫くんだなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな、実力が出せねえぞ。はい。どうすっかな。しばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんねえ。とりあえずやってみっか。おめえだ、分身の悪口を。おめえの父ちゃんも、うんこだれ。お父さんもお母さんもうんこたれじゃない。嘘だろ。すごい気だ。
よし。うわはあ、負けるもんか。約束したんだ。負けるもんか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 。この人。そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねえんか。無理もねえよな、師匠なんていねえし。そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな。許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ。すんげえよ。だけど、力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう？うん。そうだな。よし、決めた。ほらがこれから、おめんちに一緒に住んで、戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも無理だよ。おいらんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。おらがミスターサタンからもらってやっからさ。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。あのさ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくる。ええ、何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。じゃ、お父さんじいちゃん。どうしたパン。本当、今の話本当。わじいちゃんに会えなくなるなんて、そんなのやだ。おいおいおい、パン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。言っただろ、たまに帰ってくるって。本当？ああ、約束する。だから泣くな。うん、よし、いい子だ。すまねえな、ベジータ。わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。
どうせこんなちんけな試合じゃ俺も貴様もそしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。ははっ、次にや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。あ、さ、行くぞ。背中に乗れ。はい。おめんち、南の方の島だったな。しっかり捕まってるよ。やっほー。行っちまった。久しぶりに見たな、あんな嬉しそうな悟空は。カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。うわー、なあウブ、おめえが修行して完璧になったらオラともう一度二人でちゃんとした試合しような。はい。本当言うとさ、オラそれが一番の目的なんだ。ワクワクしねえかウブ、すげえ強いやつと出会うなんてよ。はい、だよな。もっと強くなっちゃう。はい。違う、おおって言うんだ。